お送りしたのは、ビーチボーイズでココモでした。クレバがお送りしています。カヨラジペディア、今夜は、ねえねえ、いやねえつか、ねえ、バイトしちゃう ?2010 夏というテーマでお送りしています。<laughs> <laughs> まあ、バイトしちゃう ?2010 夏というテーマでお送りしています。メールを紹介させてください。ラジオネーム、ヒロミン。去年まで港区の某ファーストフード店、 ふふふ、ふふふ、ふで、バイトしてたんですが、<laughs> 頻繁に有名人が来店する店舗で、へー有名人もこんなの食べるんだとか、え、こんなごつい顔してオレンジジュースいいじゃん、別に。<laughs> なんて思いながら接客してました。時には有名人と有名人が店内でバッタリ、どうもーなんて挨拶してたり、今日は誰が来るかななんてワクワクしながらバイトしてましたと。なるほどね。うーん。楽しそうですね、うんそれか。それをね、あの、やいたりしちゃダメね。 ツイッとしちゃダメ。<laughs> ラジオネーム、タオぱイぱイ。引っ越しのバイトをしてた時、ある有名俳優の引っ越しを手伝ったことがあります。その人はテレビでは、怖そうなのに実物はめっちゃいい人で、最後にチップもくれました。なもんで、その俳優さんが出るドラマは、今でも必ず見ています。なるほどね。俺んジに来たあの引っ越しのやつなんかめちゃくちゃびっくりしてましたけどね。<laughs> <laughs> クレバだみたいな。あ、クレバさんだって。ふふふふ。ふふふふふな人たちでしたけど。<laughs> 思いっきりあの制服にサインしてやりましたけどね。<laughs> 怒られたんじゃないかな。<laughs> ラジオネーム、野村優えー、大学生時代、ずっと続けていた、あるトンカツ屋さんでのバイト。その日は前日にクレさんのライブがあったので、えー、楽しかったなーと余韻に浸りながら働いていました。するとなんと <laughs> 目の前をクレさんが通過。<laughs> 信じられない。アンビリーはもうダッシュで追いかけて。 握手していただきました。あの時は本当にご迷惑を、えー、帰れみずすいませんでした。でもめちゃめちゃ嬉しかったです。こんな幸せなこともあるので、バイトはやっぱりやっていってよかったなと思います。彼氏もできました。やりたい放題ですね、金ももらってね。<laughs> 一回ね、あの、某島で、あの、買いに、あの、ファーストフード店に入って買いに行ったんですよ。そしたら、まあ、俺だって気づいてたみたいで、あの、お店の中客いたんですよ。それなのに、厨房、 そのレジ全員出てきちゃった外に <laughs> <laughs> 店はつっていいんですって,ってよくないから <laughs> たれもたれつって申したことありましたけどね <laughs> はいこんなレジでした <laughs> J-WAVE <laughs> クレバのラジオペディアまだまだ続きます The best music on the planet 81.3 J-WAVE J-WAVE IS THE ONLINE 東京プレミアム今日ご紹介するのは温泉で生まれたコラーゲン入りプリンプルリンちゃんです このプリンは別府の老舗温泉旅館三尖閣で生まれた温泉プリンです高級食材であるフグからコラーゲンを摂取してプリンの材料とし美人の湯として知られる温泉で蒸し上げました発売後地元メディアで取り上げられて人気沸騰中のこのプルリンちゃんはプリンなのにレアチーズケーキのような濃厚な味わいで子供から大人まで幅広い層の方にお楽しみいただけます しかも別府でしか手に入らない貴重なスイーツです今回はプルリンちゃん6個入りとコラーゲン2倍のプルプルプルリンちゃん6個入りをセットにして東京プレミア限定税込3780円でお届けしますお買い求め詳細は PC 携帯の J a ェサイトから東京プレミアにアクセス Life is テーがお送りしています。カヨラジペディア。今夜は、バイトしちゃう ?2010 夏というテーマでお送りしています。メッセージたくさんいただいているので紹介したいと思います。ラジオネーム、ひねもす。私が最近感動したバイトのお話をさせてください。私はチケット先行予約のオペレーターの仕事をしています。ほうほう。最近はナビダイヤルや、 事前エントリー性が多くオペレーターが対応することは少なくなってますが、先日は珍しく某有名グループのチケット予約の仕事でした。 電話を取っていると、得てして、自分勝手なお客さんに遭遇することが多いのですが、先日は違っていました。まず最初にちゃんと挨拶をしてくれる。電話が繋がって嬉しいですと喜んでくれる。アーティストを3付けで呼んで呼び捨てにしない。こちらの話をしっかり聞く。最後にありがとうございましたと言ってくれる。当然のことのようですが、なかなか礼儀正しい電話対応ができない人が多いのが実情。それなのにこのマナーの良さ。このアーティストはいいファンに恵まれているんだなと実感しました。人の振り見て我が振り直せ。 私たちもクレさんのファンはいい子ばかりだよねと周りの人に思ってもらえるようなちゃんとした態度を取らなきゃなと思いましたと。うーん。あ、これ、あの、今読まなかったですけど、クレさん、スミスさん、スーさんこんばんはって書いてありますよ。おお。待 <laughs> っ。てジパッと開けました。<laughs> スーさん嬉しそう。う <laughs> ラジオネーム、カネゴンヌ。えー、以前、ラーメン屋さんでアルバイトをしていた際、5人のシフト人数に対して、 私、一人身、と、カップル二組。えぐいです。<laughs> という体勢でバイトしていました。ラーメン屋だけに、厨房の中は熱々でございました。はい、いらっしゃいませ <laughs> <laughs> いらっしゃいませ <laughs> <laughs> うるせえな。<laughs> 替え玉じゃねえっつうの。<laughs> すごい複雑な意味になってくる、それ。うん すごい複雑な、まあ、いいや。いろんな意味で。<laughs> ちょっと、やめよそういう方向に行くの。<laughs> そうですね。そういう疑問を考える番組じゃない。<laughs> ラジオネーム、微弱電流。えー、写真の専門学校に通っていたこともあり、カメラマンのバイトをしたことがあります。あ、いいですね。 被写体は夏の高校野球の県大会でした。ちょうどベンチの上だったので、選手たちのやりとりも聞こえたのですが、チームメイトが監督に代打として万年補欠らしき選手をお願いですと、頭を下げている様子には熱いものが込み上げてきました。何年も前の話ですが、代打の彼の、あの、思いっきりバットを振り抜いた三振、今でも心に残っています。とてもいい経験をさせてもらいましたと。 ははこんなような。いいですね。甲子園のカメラマンとかさせてもらうのね。うん、うーん、こんなような話が来ております。いいですね。はい。で、そんなバイトなんですけど、まあ、世の中には、まあ、いろんな、はい、えー、変わったバイトもあるということで、うん、ちょっと僕の方で調べたところですね、結構あったので、はい、え今からですね、本当にあったチンバイトをですね。はい。チンバイト。ご紹介したいなと。思います。<laughs> あ、ここ楽チンバイみたいな。<laughs> <laughs> 急に。急に <laughs> 東京タワー読んだもんね。<laughs> <laughs> リリーさんのね。バイト。はい。でですね、まず、えー、一つ目がですね。うん。アドバルーン監視員。アド、あー、なるほど。<laughs> はい。デパートで。アドバルーン監視員。ビールの屋上でですね、ふわふわいてるアドバルーンを監視するだけのバイトってことで。へぇー。 要はその綱が切れたりとか、風でバルーン同士が、こう、ぶつからないようにとか。へぇー。ただ基本、屋上に一人きりらしいんで、うん、相当暇らしいんですよね。いや、でしょう。しかも本読めない。そうですよね。あと音楽聴けるかなギリ。見てればいいんだから。そうですね。でもただ、まあね。そうですね。クレバさんのぐらいの曲になっちゃうと、やっぱりどうしてもこう。 そうだよね。没 <laughs> 入しちゃうよね <ウレ S 2> あそ。まあ、そうなってきちゃうよね。BGM にはならないよそうですねあ。仕事に集中できるあ。次行こうぜ。うちなみに。これいいか。じゃあ、嘘う。嘘、えー。ちなみに日給はですね、一万円ぐらいもらえると、うん。時間とか季節にもよるね。そうですね。最近とかきついでしょ。35度、35度、35度。きついですね,ね<え>。<う>俺、なんかもう。 体温と気温の境目ギリみたいなね。<laughs> そうですね。きついですよね。また屋上でアスファルトで,で、やだやだ。と。やだやだ。そうですね。やだやだ、うん。で、二つ目がですね。うん、自販機設置業。ああ<ー>。ということで。 街中でこう、自動販売機が置けそうな場所を探すだけの場イでで、ただ足で稼がなきゃいけないと。うん、で、道路の幅とかこう、法的なことを考慮して、うん、あ、ここ置けそうだなって場所を見つけたら、うん、直接大家さんとかその管理してる人に交渉すると。だいぶそれね。はい。<ー>で、えー、それで OK だったら成功報酬で1台につき、えー、数万円もらえると。時間がある人とか、はい、まあどっかに通いながらこう、探すみたいな感じなんでしょうね。 でしょうかねいけんじゃねみたいな。で、話持ちかけられた方も持ちかけられた方で、まあお金が入ってくるわけだから。そうですよね。なんか余ってる土地どうです自動販売機みたいな。有効活用うん。どうなんですみたいな。お父さんそんな、こんなやつ来たら絶対置かないよね。そうですね。もっと、なんか。多分シュッとした感じで。いや、まあ、若い人か奥様かって感じ。ああ、そうですね。なるほど。で、次はですね。うん。結婚式の出席代行。うわ これ実際にあるらしいんですよね。出席代行。はい。で、やっぱりですね、相手方の出席人数とのバランスが取れないとか、親族が少ない、えー、そしてあの、急に友達が欠席になったとか、まあ、いろんな理由で困った人たちのために、<laughs> 赤の他人の結婚式に代理出席すると。うわ <laughs> で、1回の派遣料がですね、えっ、ー、と、式と披露宴の両方に出席して、うん 1>, えー、1回あたり、およそなんですが、まあ、8000円から1万6000円ぐらいはもらえると。 ま、でも言ったらご飯も食べれるわけだしね。そうなんですよ。お酒も飲めるし。で、さらに引き出物も大概は持って帰れるそうなんですよね。でもなんかさ、コウジとキミコの写真みたいなものだ、どうするのお皿どうしよ、これ、みたいなね。全然ねじゃん。ああ。で、これにオプションでですね、受付とか。さらにはスピーチ代行とかも、あの、オンザスピーチ。する場合もあるそうで。ちょっとその場合と掘り下げてみたいですね。 すぐるちゃんに言ってもらおうよ。どうすんのか例えば、新郎新婦の中高ぐらいのあだ名とかは聞いといて。ああ、そうですよね。たまにこう、よっみたいな。そうですよね。よっ、クロマティーとか言って。クロマティーかあだ名。あだ名クロマティーみたいな。でもなんか、事前にやっぱり、あの、顔合わせはするらしいんですよね。やっぱり、出る人で。さすがにこの、ということなんで、やっぱりこう、共通の話題とかもあるんで、やっぱりどこ出身かとか、 そういうテーブルに着いたときに。そっか。もしこの、なんかこう、また仕事系のやつが来たら、すぐちゃん行ってきてよ。<laughs> <laughs> そうですね。しかも地方の、珍しい習慣のある結婚式あるってなんか、なんかの会でやってたから、それを確かめつつ、<laughs> あの、バイトもするんです。バイトしは2010秋で。<laughs> <laughs> 秋で行ってもらって、結婚式多いから。<laughs> よろしくお願いします。すごいね。そうなんですよ、ね。そこまでして、でもそっか、やっぱ、 特にこう、まあ、なんつのうのメンツっていうか。そうですよね。やっぱり、あと、その、地方に行っちゃうと、どうしても対、ねだよね、対親戚というか、手前あるみたいなんで、うん。うん、そっかそっかそっか。るみたですね。いやなるほど。はい。で、そして最後はですね、うんえー、宇宙医学実験の被験者。ん宇宙医学実験の被験者というですね。宇宙医学実験の被験者 はいえー、大学の研究チームが、宇宙に滞在した時、はいえー、宇宙滞在によって生じる人体のいろんな、そういう機能の変化を、地球上でシミュレーションするっていう実験に参加するバイトなんですよね。えで、宇宙飛行士の生体機能の維持について科学的に検証するそうで、何やるかっていうと、超簡単で、うん、なんとただひたすら20日間横になっているだけと。あー、なるほど。 何もしない。そうなんですよ。あー、なるほど。で、食事とか排泄とかの日常的な動作もべて横になった状態でと。あー。いうことなんですよね。あの、逆に一、逆に一番辛いってやつですよね。そうですよね、多分。あー。まああの、まあいろんな大学でやってたりする、うん、ということなんですが、まあビデオ付きのテレビとか、まあいろいろ用意されたりする場合もあったりで <laughs>、横になりるいや、でもね、はい、言ってもですよね。 寝返りとかどうなんですかねいや、多分。同じ方向なのかなじゃないですかね。テレビ横にしてくれるかないや、多分もうそういう決まってるじゃないですか。それちいやー、き きついわ、それ、相当きついと思う。はい、入院とかすると、やっぱり、何日目かで、相当参るでしょうね。<laughs> そうですよね。だ年の飽きたな、みたいな。それ、20日間。うわー長いよ <laughs> で、気になる報酬なんですけど、うん、ええー、けど、えっ、ー、と、20日間、えー、横になっているだけで、はい、なんと、およそ30万円と。いやー、もらいたい <laughs> もらいたいけどもらいたいけどけどですよね。 ええー。連絡とかももちろん取れないのかな。ですね。でもなんか、その場所によってはその友達とかの、あの、訪問とかも。面会面会も、オッケーにしてるところもあるらしくて。笑わせんだよ、動けねえんだから。笑わせんよ。動けんなよ、<laughs> <laughs> うい、うい、つって。お前ら後ろでなんか見んなよ、<laughs> 雑誌、みたいな。<laughs> おすげえね。袋と違うみたいな。<laughs> 振り向けないつって。<laughs> ええ、そう。みたいな感じ。でもまあ、 どうしてもお金が必要だってなったらそういうバイトもあるってことですよね。っていうことですよね。なんか世の中仕事ねえとか言ってるけど、はい、そんな、まあ高額バイトだりチームバイトもあると。そうですね。まあれっきとしたこの大学の研究チームがやっぱりそれを調べていると。やっぱ東大の宇宙研とかでやってるんですかね。まあいろんな大学がはい、えー、それぞれでやってる。えー、まあ世の中にはいろいろ。え ちょうどマック買えるんじゃないですかって、何、何言ってんだよ。今、耳のッドホンで。スーさんがガラスの向こうから。大丈夫、俺ね、ちゃんと働いてますから大丈夫なんです。あの、自分のだけじゃなくて、ちゃんとあの、外でもちゃんと仕事してるんで。はい、大丈夫です。はい。なおですね、今ご紹介したバイトは、ま、現在募集してるかどうかはわかりませんので、ま、その辺はご了承していただけたらなと。あがとございますただ、本当にあったバイトと。ありがとうございます。ちなみにどれありますスミさんあったら。 この中ですか、うん、この中だったらですね、結婚式出席代行ですね。マジだ。およっつって俺。俺自動販売機設置。行きますえ絶対行きますね。足で行かで。かなり俺うまいことやると思う。あー、うん <laughs> まあ。え、これ、クレバっていう名前をいや、そうじゃなくて。使わずに。いや、どうしてもそのお茶が飲みたいんだったら、本当ドリンク会社の壁、俺が超えますよ、みたいな。<laughs> 熱い無理やり、<laughs> 無理やり突っ込んできます。いろんなブランドのやつを。いや僕クラッときそうです <laughs> <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> じゃあね、あの、さっき、あの、ちょろっと言いましたけど、僕は、あの、自分のだけじゃなくて、外でも、あの、曲作ってるとか、まあ、外じゃないんですけども、そのみの曲、そのみのニューアルバムから、えー、これも初出しなのかなどこか書けちゃったかな 初出しですって走ってきました。担当、担当女子があの走ってきました。<laughs> <laughs> えこれあの俺がプロデュースして、これがね相当評判いいんですよねアルバムの中で、えー、そのみで、Day and Night 聴いてください。NOM から Day and Night でした。 この曲みたいにあのー、曲の途中からちょっと曲の調子が変わってくるみたいな曲がこのアルバムいっぱい入ってるんで、あのー、30秒とか10秒ぐらいの視聴じゃわからないと思うんで、ぜひアルバム買って楽しんでいただけたらいいなと思います。クレバーがお送りしています。ラジペディアチューズで今夜はバイトしちゃう2010夏。あ、いや。ねえねえ。バイトしちゃう ?2010 夏というテーマでお送りしています。<laughs> メールがね、後半ちょっと。 追い上げムードでかなり来ているんで、はいえー、たくさん紹介したいと思うんですが、ラジオネーム千葉っはですね、スミスさんの声素敵ですと。ありがとうございます。ああ、ブーダー先生、ありがとうございます。いいですね。なんかスミスさんファンですね、これね。ありがとうございます。な、なんだ <laughs> いや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 、いやいやもうありがたい <laughs>、えー、さあ、深夜枠、もうね、1時、もう2時ですから、もうすぐ2時ですから、ラジオネーム小泉クスズバリ、えーずばり コンパニオン。来ましたね。お座敷が多かったので、着物姿でした。かっこ、主にすすきの。来ました。<laughs> え、夏は大変でしたけど、客に勧められたら飲んでもいいので、結構美味しかったなと。あと、お座敷での客の対応が非常に厳しくて、畳の縁を踏んではいけないとか、襖の開け方とか、 正座した時の手の置き方、姿勢と上げればきりがないのですが、こういう上品な振る舞いが、なんとなく身について、後に得をしました。かっこ合コンとかで。まあ、酒の席はもう酒の席で活かすみたいな。それからですね、ラジオネーム、パイを使いでーー、ダーハーロイシーチャンネル。ペットレディ <laughs> という高額なアルバイトをご存知でしょうかペットレディという女の子がペットになると思われがちですが、ペットとなるのはお客様、かっこ男性です。 ご自身で首輪をご持参していただきます。えー、それを装着したところからお客様はペットに変わります。簡単に言うとペットプレイですね。しつけをしたり、お散歩したり、餌をあげたりします。たまに発情もしますが、厳しくしつけます。基本水着での接客なので、太れないのが大変です。<laughs> 主に、客層は20代後半から60歳の高収入の方でした。新夜枠なので、あとはご想像にお任せします。 もうちょっと続けさせてください「j w <laughs> イブテレバのラジペディア <laughs> お知らせの後もあともうちょっと続けさせてくださいハワイを愛する人たちを送る夢のステージプラコンペの最高峰メリーモナークフェスティバルと ハワイ版グラミー賞「ナホクハノハノアワーズ」の今年の受賞者たちによる共演が東京で実現1 0ブ公演フェスティバル「ナヒバヒバハワイ」9月18日19日20日会場は JCB ホールお問い合わせは読売文化事業部0335616346 岡田純一です超訳ニーチェの言葉の編集翻訳者の白鳥春彦さんに質問ですなぜ今ニーチェなんですかニーチェってどんな人だったんですか岡田准一が哲学者のニーチェに迫る日曜深夜0時「フローイングリード」をお楽しみに クレバでした。バイ,バイ。